で、フリーザとの交渉はどうなったのよ。あ、バッチリで。実はオーラたちの宇宙が勝ったらドラゴンボールでちゃんと復活させてやるって。宇宙そのものがなくなってしまうことに比べたらごくごく些細なことでは。本当に大丈夫なのかな、フリーザで。第七宇宙の奴らはお前たち第九宇宙を一番に潰すと言っていたぜ。スパイによると第七宇宙は代表選手最後の一人。それが何者の仕業か特定するのは困難であろうな。だがその企み、もし全王様に知られてしまえば第七宇宙抜きでな。おお、必ずな。キッキッキッ、ゴテンやトランクスに大会のこと教えてねえよな。これはね、ブラちゃんが生まれたお祝いに来てくれる人たちのリク。フリーザはな、今は心を入れ替えて俺様がよりによってフリーザの擁護なんか。その島で密漁者からモンスターを守る仕事してんだ。そこでちょっとの間だけでいいからさ、おめえとゴテンとで。今の条件に17号を説得したんじゃないでしょうね。したんだな。オラ占いババんとこ行ってフリーザ連れてこなきゃいけねえからよ。18号さんだって昔に比べたらあんなに変わったんだし。わかった、用意するわ。センキュー。なあ、お主、なぜ最後の修行場所にここを？しっかりと思い出したかったのかもしれませんな。負けたら承知しにゃからにゃ。そういえばわし飛べませんでした。冷酷かつ卑怯な極悪人のようだな。ならば急ぎ刺客たちを送り込む手はずを。約束のお土産だ。どうだ、ブルマからもらったんだ。さてクリリンたちはうまくやってっかな。いやー、よかったよかった、元気そうで。たまにはうちにご飯でも食べに。遠慮しておく。次間違えたら殺すよ。怖い怖い。どうするこの空気。さあな。ゴール。結構大きい島だな。となるとむしろ密漁者どもの心配をした方が良さそうだな。私もここにいる。マロンはブルマさんとこで。わかったよ。じゃあすぐに帰ってくるからな。俺一人で全員ぶっ倒すまでだ。もう、あの頃より少しは強くなったのか。今回は力を貸してくれて助かった。礼を言う。よっしゃ。ん？センキュー。なら仕方ねえな。さあフリーザ、オラに捕まれ。ん？お二人に合わせろとおっしゃる方々が外に。誰に頼まれたんだ。それにしても復活して早々。よさい、まだなのかあのバカは。宇宙消滅になっちゃうんじゃないでしょうか。時間をかけなければいいんじゃありませんか。あなたも付き合いなさい。ま、ちょっとして。恨まないでくださいね。不意打ちくらいで悪ぶるなや。卑怯も汚えもへったくれもねえ、ハードな宇宙の強者よ。どうやらやるしかねえみてえぞ。
おいフリーザー。はい、ご安心ください。私のエネルギーのコントロール技術は格段の進歩を遂げました。何か問題でも？もう十分だ。それに調子に乗りやがって。フリーザ、邪魔をしないでください。自分の意志で孫悟空とフリーザを始末しに行く。破壊のエネルギーをそなたに分け与えよう。そのエネルギーがあるからなのでしょう。本物はこっちだ。から脱出できたな。ところでそいつは。さあ、何でしょうね。この奇襲はどこかの宇宙の創造師。どこの宇宙だか知らねえが、生き残るのに必死ってことだな。いかがでしょうか。はまま、はまままま、ま、うわ、相変わらずアマちゃんのようですね。私が強くなりすぎてしまったのですかね。さて、分かっておる。来たか朗報。どうも。通信機は古文の皆さんにお借りしました。禅王様がこの月どもの言うことなど信用するものか。私を大級宇宙チームの戦士として。この宇宙は消滅する。巻き込まれるのはごめんです。悪い話ではないでしょう。いや、しかしいいのか。何をおっしゃっているのか全く理解できません。 OK なんだな。待て、我々は裏切りの大宇宙とはいえ、残念。